はい、皆さんこんばんは、ゆきあみです。はい、今日はね、ガンダム EG8 で進撃したいと思います。はい、ガンダムバトルオペレーションネクスですよ。はい、行ってみましょう。機体の方ね、ついに完成したんですよね。完成したと同時に、レベル4まで一気に作れたんで、もう一気に作りました。ポイント何も残らなかったですね。これが初期ステータス。で、これ走行強化型1ね。で、機動強化型1。で、走行強化型2というような感じです。僕はこの走行強化型2でいきますんでね。はい、頑張っていきましょう。さあ、どんな機体なのかな。結構ね、楽しみなんですよね。敵がたまに使ってるの見てたんで、とりあえずね、一斉射撃撃ちまくってる姿はよく見えたんでね、その辺もちょっと使えたら使っていきたいかなと思ってます。まあ、オーソドックスな機体で、基本武装はビームライフル、あとは、オーソドックスじゃないか。キャノン砲みたいなの持ってたはずなんですよ。確かキャノンぶっ放すみたいな。何に近いかな？装備としては、バスター持ってる方ならわかるんですけど、三角で撃つ方の、ビームライフルじゃないみたいなビームあるんですけど、それと似たような感覚で、ちょっと当てにくい、やつですね。結構長押し結構しっかりしてても当たらないやつです。当たったら必ずなんか、バスターの時は吹っ飛ばされるんですけど、この EG8 のキャノン砲は当たると、なんかこう、しばらくひるんで動けなくていうか、一瞬止まるんですよね。なので、キャノンをぶつけて格闘とかタックルに持ち込むという戦法もありですね。さあ、頑張っていきたいところ。とりあえずね、もう3キル、4キルのか、4キルな。いきなり味方がまずね、いないっていうね、この危険なパターンですよ、また。せめてね、最低でもね、やっぱり1対1以上には持ち込みたいね。少し動きを止めますか。あ、怖いな。すごい。あれ当たった。ほらよ。よしよしよし、当たった当たった。キャノン砲2発叩き込む。さあ、そしてこのゼータを落とせればいいんですけどね。あ、いていていて。武装が何も回復しなかった。とか、ゼータと同じで、ビームライフル全部剥がしてからじゃないとダメとか。いった、危ねえ、危な危な死ぬとこだったわ、いきなり。最後ガンダム来たー、勘弁して。あ、いった。あ、いてー。ちょっとあのゼーターだけ落としたいんだわ。多分こっちに集中してくれて、誰かやられてくれないかな、敵の誰か。よし、敵やってきた。あー、危ねー、危ねー、嘘。あ、いてまあ仕方ない、よく頑張った方でしょうこれ何機か相手しながらね、倒す。あれはちょっと悲惨なことになってるけど、あのジンちょっとダメでしょう、どう考えても。あんなとこでね、休んでたらやられるよ、そら。サイコガンダム蹴るんですからね。とりあえずね、エールをしっかり当てていきたいところ。あとね、なかなか当てるのが難しいやつですからね。よし、当たるでしょう、そのうち。おお、すごいな。誰だ、誰がやってくれたんだ今。おほほ、やるねー。なんだこのオーラは。あ、そうか、これ溜まってる時こうなるんだったな、そういや。とりあえずね、よーし、なんか負のオーラが出てるみたいな状態になったぞ。さあ、ゆきみね、セーブデータ壊れてからね、このオーラが出てるらしいんでね、皆さん気をつけた方がいいですよ。もうね、めった打ちにしますからね。ほらよ、ほら200通りますよ、この状態だと。ほらほら、もう一応食らうか、お前。もう一発食らえやよーし、いい感じだ。俺、次はお前か。相手してやる。ほらよ、やるなあいつ。あー、くそ、玉切れか。思ったより玉切れしやすいね。中継地点を奪われました。ここら辺か。あー、しまった、もうちょっとのところで。ほらよ、残り 50% です。危ない。ほらです、スキル発動して、もう当てていく。ここだよし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 、いいぞ。なんか嫌な感じする、なんか狙われてる俺。危ない危ない、うぅ、いけ、うぅ、もらった。あ、まあとりあえずね、
一進一退という感じで、まだ悪くないよ。ちゃんと倒せてるからね。倒せてるというか、とどめをゆきあみが刺してないから、うん、きっとポイントは全然入ってないんだけど、まあ、とりあえずね、C を抑えれてる、ABC しっかり抑えてれば負けないからね。よし、あれ落とそう、任せろ。さあ、逃げんじゃねえぞ、こら。ここだ。あれ、なかなかやるな。よし、OK。よし、あとはあの辺にいるゼータを倒していけば勝利は目の前だな。よーし、いくぞ、あのゼータ落とすぞ。ほらよ、ほら、そんな射撃したらさすがにね、捕まりますよ。危ない、狙われてるぞ。大丈夫だな、まだいない。よし、いないならこれを使う。よーし、オッケー、一斉射撃できた、できた。逃がすか、逃がさん。よし、落ちろ。さあ、どうなる。このジンもそろそろダメそうだな。よし、チャンス。よし、終わった。あ、これまだ今全然見せた。危ない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 。よし、当てた。くれ、あら、当たってない。危ねえ。よし、これでいい。あいつ、あれ？ロックオンキャンセラー使ったけど目の前すぎた。しまったな、ちょっとでも上空飛んどくといいだった。ちょっと安心したわ。失敗失敗。こういう失敗もしてしまうのが、まあ、ゆけみですからね。はい、やっぱり A を取りに来るよね、多分。そこを俺が抑えると。あー、来るかな？あ、やっぱり来たか。はい、来たね。はい、どうも。じわーっとは、勝負、勝負だ。はい。さあ、勝負だ。ゼータ。危ね。危ない。はい、さよなら。よし。危なかった。おお、これがキャノン砲を構えた時の姿ですかね。なかなか、なんかこういう射撃するガンダムってあんまいませんからね。キャノン砲か、なんかもっとなんか狙撃ビームライフルのこう狙撃のタイプのような銃だったらもっとかっこいいんだけどな。まあ、これはこれでありなんですけどね。戦争ゲームとかゆきみ大好きなんでね、こういうキャノン砲構えてるこういうのも大好きですよ。まあ、なんか台座としてシールド使ってる点もなかなかいいポイントですね、あれ。今回の戦闘結果です。ああ、こんな感じですか、成績。ああ、ちょっと余計な損壊してますもんね。2回ほど強引に攻めたんでね、ぶっ壊されてます。なかなかの期待だったんじゃないかなと思います。結構接戦だったのかな。まあまあ、みんないい勝負してたと思います。はい、ね、こんなところですかね。パーツの方は使うかなと。この調子で頑張りましょう。はい、どうかな。おい、今回の戦闘報酬です。まあ、とりあえずこのパーツが当たりかな。これ辺また使えそうだからね、どんどん手に入ると。はい、今日はこのぐらいにしたいと思います。 EG8 やっぱイベント期待ってこともあって、まあ今回頑張って作ろうと思って、まあなんとか作れてよかったです。あとはね、グフカスタムな方なんですけど、こっちは全く落ちませんね。あれからね、数日経ってるのに、イベント開始から数日、1個しか出てません。このペースだと作れない。大ピンチ。なんとかね、時間の許す限り、こうね、支給エネルギーを1個も無駄にしないように遊びながら、なんとかゲットしていきたいと思います。はい、それではね、皆さん、今日はこのぐらいにしたいと思います。おやすみなさい。